YouTube で顔出しするのは危険です。非常に危険です。個人が特定されて顔が認識されて、もしかしたらいろんなところからね、住所もバレるかもしれません。危険ですよ。でももっと危険なところであります。それはあなたのバイト先です。あなたのバイト先、例えばコンビニ、ファーストフードね、名札つけてますね、顔出してますね、不特定多数の人が来ますね。そしてそういうところで働いてるってことは近所だろうっていうことでね、目星ついちゃいますよね。もしかしたら帰ってるところをつけられてるかもしれません。いとも簡単にあなたは見バレします。 YouTube より簡単です。 YouTube よりもあなたがバイトをして、あなたがお勤めになっている会社やお店からあなたの家を特定するのはむちゃくちゃ簡単です。特にですね、私ね、こういうエピソードがあるんですよ。まあ、ちょっと前なんですけども、キャバクラに行ってる時に、キャバクラにね、キャバクラの女の子と付き合ってる男性がいるんですよ。そいつと歩いてたら、あ、このマンションの何階の何、あの子が住んでる。このマンションのね、何階の何々よね、何々ちゃんが住んでるんだよ。もうね、言いまくりです。だから、なんていうんですかね、YouTube は少なくとも、近所の人が見てる可能性非常に低いんですよ。でもあなたが住んでいるその今の現実は、周りにあなたを知っている人がたくさんいますよね。これどっちが危険なんですかね。私はね、 YouTube の方が100万倍安全だと思います。リアルの方が怖いですよ、ね、コンビニでバイトしてて、なんか金髪のね、ガテン犬の兄ちゃんが、おい、またバグくれやとか言ってからね、言われることあるでしょ。で、私はね、10代の頃ちょっと突っ張ってましたけども、街を歩くとなぜか知んないけどね、そのたんびに喧嘩ですよ。何にもしてないんですよ。っていうか、こっちから仕掛けることもあるんですけども、ただちょっとヘアスタイルがおかしかっただけで、歩き方がちょっとね、おかしかっただけで、目つきがちょっとおかしかっただけで、なぜか知んないけどバチバチバチってなって喧嘩になるんですよ、ね、怪我もしましたよ、させましたよ、警察も呼ばれましたよ、血も吹き出ましたよ。こっちの方が危険じゃないですかね。普段の暮らしの方がなんかむちゃくちゃ危険になる気がするんですけどね。私は YouTube の方が安全だと思うんですけども、皆さんはどう思います？どっちが危険なんでしょうか。 YouTube で顔出しをする、しない、それはね、悩むでしょう。でもあなたが外出するときに顔出ししてるじゃないですか。不特定多数の人がいっぱい、素性も知らない人がいっぱい通り過ぎてますよ。危険じゃないですか、そっちの方は。危なくないですか。いってらっしゃい。